今日は守備範囲をちょっとサードやってる狭くなってしまうので、そうなんですね、やっぱり練習ショート守り、うん、しっかりとフットワークを鍛えていこうと、なるほど、いうことですね。やっていこう。はい、カバン。おっ、カバーじゃん。あっぱれの元ショート、あっぱれ元ショートですからね。そうですよ、日本どっちかというとサードっていうのはがっちり取るという、はいはいはい、感じになってしまうから、取るのが大事か。ショートとかっていうところはグラブさばき、ハンドリング、遊び、うん、これがやっぱね鍛えられるっていうのは一ついいね。ふむ、うん、違うポジションを守るやっぱ特性っていうかね。はい、あ、いいね、はい、懐かしいね、景色としてはね。あ、やっぱ違うもんですか。うん、うん、はい、お、ちょ先生、急に何それ。やっぱいいよね、ショートっていうのはグラブさばき、ハンドリングっていうか、ショートとかの問題じゃない、何ですかショートとかの問題じゃない、それ何ですか。平ら、いった、これよくぞ気づきました。気づくよ、急に、よくぞ気づきました。これね、メジャーリーガーのリンドア選手っていう、あのすごいね、内野の名手がいらっしゃって、はい、展示会にちょっとお邪魔させていただいた時に、あ、これが置いてあって、これ何ですかって聞いたら、リンドア選手が遊びでこうやって使ってるやつなんです。やっぱり一流の内野手は遊びがあるんだと、こういうものをやっぱ使ってるんだと。リンドア選手はこれをゴロが来た時に普通に取らない、うん、ゴロが来たらちょっと角度つけてポーンって跳ねたのを取って入るっていう、楽しそう。今日はそういうちょっと遊びをね、面白いですね、特等です。特等はあんま上手くなさそうです。アウト。難しいっすよね、でも単純にね。難しい、はい、あー、なるほどね、このグラブの角度も。そうなんです。あ、親指のとこと、うん、ここにしっかり芯が入ってんのよ、あ、グラブのように、うん、で、ここにポケットがしっかりあるから、本当にクッション性ができるというか、うーん、ポーンとね、決してでもつかめないですもんね。つかめない、はい、あ、はい、おなるほど、パパーンってこう、ポポーン、そう、ポポーン、ポンポンス、ポンポンス、わお、おもろ、おもろですね、それ。おもろ。いいね、いいね。でもね、気づいた。ちゃんとここに当てないと弾まない。あ、なるほど。違うとかだったらビーンって弾く。芯の部分に。うん。はい、来た。はい。わー、くそ。あ、もうちょい角度か。こういう動きが必要になってくるんですかね、こういう。いや、多分ね、こうじゃないんだと思う。もう出す角度が決まってんのか。立てなくていいんだと思うわ。もうある程度こういう角度で、あ、ポーンと。実際の内野守備でもそういう感じなんですか。やっぱ立てたらね、ぶつかるわ。あ、グラブ立てなくてもいい。はい、はや、あ、リンドアすげえな、マジで。だってリンドア逆シングルこうやって上げてたの。逆シもそれ、うん、天才だ、やっぱり天才、なりたいね、これ。うん、球遊びでもなんかいいかもしれないですね、もう。これすごい遊べる。はい、来た。わー、おもろい。逆進も見たいけどな。アンパン、アンパン、逆進なるほど。リンドはね、この辺に上げてた。若干こうクッション性も持たせつつなのかもね。当てちゃダメだ、絶妙。パーンいったら、うん、そうそうそう、こういう、はい、来た。あ、いやいや、ピョ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 、痛いな、 M 級硬くなったからな。ああ、お祭り、一人お祭り騒ぎよ。おお、いいね、ちゃんと最後まで見るね、ボールもね。見る、グラブなら取れるんだよ、うん、絶対。でもそこのレベルで止まっていいのか得だっていうことだと思う。うん、まあもうね、うん、さらに上を目指していこうっていう。そう、あー、危な。角度むず、諦めない気持ち。あ、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 掴んだ。おお、
おお、いい、いいアクロバティック。見た。いや。どこをどう入るかわかんない。これむずいわ。どうしました？ウミガメの産卵みたいになってましたけど。難しい。小さめのトレーニンググラブ。うん、これで。普通のトレーニンググラブと違うらしいわ。あの俺が公式用で使ってるローリングスのグラブあるじゃん、はいはい、あれと型が一緒でサイズをキュッと小さくして手を入れた感じはもうあれのままなんだって。なるほど。いうところコンセプトに、まあトレーニンググラブと自分のグラブが違うと、うん、あのズレが生じるっていうところを一つなくそうとローリングスさんが発案してやったらしい。ちなみにこのトレーニンググラブ、 MLB 選手も使用するグラブの高級側を使用、しっとり感と強度もあるそうです。親指しっかり芯してるから、しっかりしてるから皮も当てられてね、うん、お安心感出てくる。すごいな、何種類か使い分けると本当にいいな。あ、レースって確かにな、はい、変化を当てるのはいいかもな。おお、応用編、うん、メジャーリーガー御用達のローリングスグラブ。はっ、うん、すごい集中するな。はだ、おー、いいね、普通のグラブで。さあ、なんだろう、え、王者感、王者感。はい、いらっしゃいって感じ。はい、取れないグラブないですよって、どんなグラブでもいらっしゃい、取れない打球はないですよって、うん、ああ、それでもこう余裕が出てくる、うん、なんか遊んでるように見えて、うん、そういう風にするときって絶対集中してそこに落とさないとできないから、ああ、はあ、結果最後まで見るんだよな、はいはい、うん、見ないでこんなのできない、見て見て見て落として弾いて投げるっていう、うん、まあ、基本のマックス状態ですね、なんかね。あー、できてる。ああ、あ、いいね、それ試合でやったらめっちゃエグいっすね。いや、エグい。あいつなんだ、追ったてすぎかもしれない。そういうことな気がするわ、フォローも。お会いしたら OK。あのアンパングラブで、うん、面の向き、うん、小さいグラブで実戦と同じような型だから、うん、そこで最後までボールを見る、うん、しっかり低い姿勢で見るっていうことを学ぶ。最終的にこれでいくと、その感覚で言ったら基本的には多分横着しない限りエラーしねって感じがした。うん、うん、これはやっぱいいね、なんか最大活用かもしれないですね、グラブの、うん、試合前全部アンパンでノックいけようかな。いいかもしれない、なアンパンノック。やっぱり内野手、あの基本的な動作っていうのはすごく大事だし、はい、守備の定義をアウトにすること、うん、これが大前提であるんだけども、その中でだからといってガチ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 ってやったら、うん、やっぱり技術って伸びないんだよな、うんうん、グラブにやっぱ遊びがないとそういうプレーっていうのはできないから、うん、これはあの別なようで全部守備にひとまとめなんだよね、うん、やっぱ遊びが大事っていう。なるほど、言っときましょう、はい、前髪が過ぎちゃった。